はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の内分と外分 ② をお送りします。で、前回からね、新しい章が始まり、今内分と外分やってるんですが、今回はポイントがありです。で、含めて全部で4問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、自分の方がやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあいきましょう。で、前回内分点と、外分点やったんですけど、それまた出てきます。出てくるんですが、三角形絡みですね、両方とも。問題もそうですけど。で、覚えてほしいことは2つあって、まず1つ目、この三角形見てください。で、読んでいくと、三角形 ABC の角 A、 ここねの二等分線と辺 BC との交点を P とします。つまり、ここの角を2等分する線とぶつかったところが P になってる。この状態の時に AB 対 AC っていうあるところの比、ここね、よく屋根の部分とか肩の部分って言い方しますけど、AB 対 AC の辺の比がある場所と一致するんです。で、どこかっていうと、これがBP 対 PC です。つまり、ここ対ここ。これ結構ね、見た目でも分かりやすいんですけど、つまり、肩のここ対ここ、丸と三角で書きましたけど、ここ対ここが、ここ対ここと同じになりますよって。その内角、ね、中の角の二等分線の時ね。で、ぶつかったとこを使う時は、これが成り立ちます。で、これが覚えてほしいこと1個目です。いいね、つまり BC を丸対三角に内分してるんです、この P はね。で、もう一個が、また三角形 ABC、これあって、で、AB イコール、AB と AC が同じじゃないという条件はつくんですけど、今度は、角 A の外角の二等分線です。さっきは内角、中のね、内側の角度の二等分線だったんですけど、こっちは角 A がここにあって、それの外角の二等分線です。で、外角なんでね、かなりちょっと遠くにポーンって飛んでっちゃうんですけど、だから BC を延長して、それとぶつかったところを今 Q とします。で、その時に、また同じ AB と AC、屋根の部分ね、ここの辺の比がある場所と一致すると。で、これがどこかっていうと、BQ 対 QC になります。つまり、ちょっと書きにくいんですけどね、これ丸対三角あったら、ここですね。外が丸。で、戻ってきたとこが三角。つまり、BC を丸対三角に外分してるんです。行って戻ってくる感じ。外分だね。これが成り立ちます。いいかな？角の、内角内側で二等分線したら内分になります。で、外角、外側を二等分線にした場合は外分だね。に分けることができると。で、これを覚えてほしくって、これを使った問題1問、あ、2問か、やっていきます。で、今三角形 ABC があります。で、AB が、ちょっと書き込むか、8、6、4だね。で、ちょっとね、今回俺の図が悪くって、違くねっていう感じしますけど、お許しください。8、6、4ですね。で、その時に、角 A および外角の二等分線。つまり、角 A のまず二等分線。これね。これ内角の方。これこっちだね。内側の二等分線と外角の二等分線の交点をそれぞれ D と E としてます。で、この状態で、まずこっち、BD の長さを求めようと。これだね。では、求めたいのが BD と言ってるので、BD イコール X とかで置きましょうか。で、今 BD は中の方なので、内分してるこっちを使うだろうと。で、さっきも言ったように、内角の二等分線をしているので、肩の部分、屋根の部分ね、ここの8対4が BD 対 DC になります。ここ対ここが、ここ対ここと一致する。つまりそれを普通に置いてしまえばいいので、8対、2対1にできるんだけど、最初書こうか。8対4、これ屋根の部分ね、イコール BD 対 DC です。で、BD は今自分で X って置いたから、X 対ここ。DC は全部で6で、ここ x だからここは 6-x と置くことができるので、であとはこれを解くだけと。いいかな。でこのままやってもいいんですけど、まあ、2対1に直したから楽だね。だから、まず2から角をかけようか。外と外ね掛け算すると 12-2x イコール中と中掛け算するんで x だね。今これ2対1に約分した状態で計算しました。であとは普通にまとめて -3x でこっち -12 だから x イコール4となるので、BD イコール 4cm と、これで終了となります。まあもろにこれね、上のやつを使っただけだね。で次 BE ですね。この外のこの部分を出したいと。まあ外をやってるので、まあね、しかも外角ね、外分二等分線してるからこれ使うだろうっていうことで、同じようにいきましょうか。じゃあ文字変えたいんで BE は Y にしようかと置く。で外角の二等分線なので屋根の部分8対4がこっからここ対ここになります。いいね、ここ対ここ。つまりじゃあ今回8対4直したのね、2対1直します。2対1これ屋根の部分イコール BE 対なんで BY だね対ここで、ここは全部で Y でここが6だから Y から6を引けばね、そこが残るので Y-6 と。であとはこれ計算して、まあ、外と外掛け算すると 2y-12 イコール中と中掛け算して y で計算すると y イコール12となるので b イコール 12cm と、これで終了となります。いいかな。まあ最初にもちょっと話しましたけど、内分の方がね、わりかしとっつきやすいんだよね。見た目で分かりやすいんだよ。で、外分の方はちょっと外に飛んでいくので、慣れればね、使いにくくはなるんですが、ひとまず屋根、まあ、肩ね、どっちでもいいんだ。こっちのね、部分の比が、こういってこうね、っていう形になります。いいかな。で、もちろん、ね、こうなることもありますけど、まあ、そこはね、場合によって分けなきゃいけないんですが、ひとまずこういう風に成り立つんだっていうのを今回覚えておいてください。では、今回は高校数学数 A の内分と外分 ② をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このタイトルこれで終了で、次回がですね、三角形の内心、外心、重心、推進っていう4つの心がつくものをやっていきます。で、次回ちょっと珍しいんですけど、ポイントだけです。次回の動画が。問題がね、ポイントがあまりにもありすぎて、1つ動画をポイントだけで撮って、で、② から問題演習やっていく形になりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。